待しました。本日は肩に少しお痛みがあると伺ってるんですけども、どうしましょうか。お痛みがあるということで、少し指圧を弱めにされてみますか。わかりました。一応加減はするように、肩の施術がですね、別の担当のものなので、そう伝えさせていただくんですけども、もしお痛みが強いようであればすぐお伝えくださいね。今回ですね、ポイントがたまってるので、もしよろしければ、肩の施術の後にオプションとして私が眉カットの施術をさせていただくことができるんですけども、いかがいたしますか。お付けしますか。ありがとうございます。では後ほどね、させていただきますね。本日はお肌のご不調とかございますか？大丈夫ですか？はい、ではですね、今からじゃあ担当変わりますので、肩周りの服を少しずらしてお待ちください。よろしくお願いします。はい、では肩の施術のみ、今から担当を変わらせていただきますので、よろしくお願いします。お着替え大丈夫そうですか。はい、ありがとうございます。体勢はこんな感じで大丈夫ですか。大丈夫そうですか。はい、わかりました。じゃあまずは肩を化粧水で保湿していきますね。失礼します。タオルをかけていきます。ではまずは
肩のマッサージ、揉みほぐしをしていきます。もしお力加減が強いようでしたら、あとまたは弱いようでしたら、すぐおっしゃってください。次に軽く叩いていきます。じゃあ次、このウサギのペンで塗防止をしていきます。もしお痛みが強いようでしたら、すぐおっしゃってください。くらいで大丈夫ですか？大丈夫そうですか？はい。じゃあこれに効くツボを引き続き押していきます。お疲れ様でした。じゃあタオルを外しますね。じゃあ次に軽くジェルマッサージをしていきます。あまり長くしすぎるとちょっとかぶれてしまったりするかもしれないので、軽くしていきますね。
タオルで拭き取っていきます。痒みは出てないですかね。大丈夫ですか、はい、じゃあ最後にクリームで保湿していきます。様でした。じゃあ以上で施術は終了なので、お洋服戻していただいてゆっくり起き上がってください。お疲れ様です。では別の担当が参りますので少しお待ちくださいね。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。いかがでしたか。肩すっきりされました。よかったです。揉み返しとか今のところ来てないですか。大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ今から眉カットの施術は私が担当させていただきますね。よろしくお願いします。で、じゃあまずは前髪をピンでね、止めていきます。失礼します。痛くなったしてないですか。大丈夫ですか、はい、で今拝見する限り、形はねすごく綺麗なので、軽くシェービングをしてその後少しカットするぐらいでいいかなと思います。形は今のままの平行眉で大丈夫ですかね。はい、わかりました。じゃあまずは泡の美容液で洗い流さなくていい泡なのでこれでねシェービングをしていきます。ちょっとだけ取ります。
じゃあ余分な箇所をシェービングしていきます。じゃあ失礼します。シェービングフォームで痒くなったりしてないですか？大丈夫ですか？少しティッシュでね、押さえていきます。余分な部分のシェービングは終わったので、少しねブラシで整えてハサミで切っていきます。軽く毛先をね、少し整えるくらいにします。感じでいかがですかね。少しね毛先を整えるぐらいにしたんですけど、大丈夫そうですか？ありがとうございます。元からね形がすごく綺麗なので、あんまり手を加えなくてもよかったです。そしたら前髪のピンを外します。失礼します。
くなったりしてなかったですかね。大丈夫ですか。はい、じゃあ大変お疲れ様でした。本日はマユカットとあとは肩のね施術をさせていただきました。じゃあまた何かございましたらすぐご連絡ください。次回のご来店お待ちしております。